こんにちは、ゆかりです。京都旅行引き続き編です。今日は、はい、京都に、結局3泊したんです。あ、嘘です、2泊したんです。はい、ただ1日目は、1日目清明神社に行って、夕方遅めに着いたので清明神社行くだけでいっぱいいっぱいで、で2日目は母親と一緒に行ったので、母親の行きたいところ行って1日終わって、じゃあ3日目帰る、まあ長野にね帰ってくる日だったんですが、嵐山の朝焼けを撮りに一人で単独で飛び歩いて、はい、で、朝早いうちに銀閣寺に行って、長野に帰ってくるっていうスケジュールだったんですね。で前回の動画で清明神社とあと銀閣寺の写真をご紹介いたしました。お目汚しの写真で本当にね、ため息、皆さん疲れているのがなんとなく目に浮かぶんですが、はい、まあ最初の本当の最初の頃のねひどいやつよりはちょっとはマシになったかなと、はい、私自身は思うようになってきました。皆さんねお厳しいですからね、そんなことないぞと、はい、この写真はこういう風に撮った方がいいんじゃない、ああいう風に撮った方がいいんじゃないって思うところありましたらコメント欄でコメントください。いろいろ教えてくださいね。本当に皆さんあって師匠あっての私だなぁとつくづく感じます。はい、そんなところで嵐山の写真を今日は、はい、朝焼けですねの写真を見ていただきたいと思います。お目汚しの写真ですがよろしくお願いします。ではどうぞ。
はい、ありがとうございます。こんな感じです。うわ、なんでそんなんなのさって思った方いっぱいいると思います。はい、私自身も帰ってきてパソコンの画像を見て、はあ、なんでこんなんなのって思うので、はい、もっとあれですね、慌てずにシャッター切ること、写真撮ること実行しなきゃいけないなと今回すごく思いましたね。朝日がどんどん上がって、朝日がどんどん、おかしいですね、太陽がどんどん上がっていってしまう、刻々と周りの景色が変わっていく、嵐山という土地が全くわからない、本当にパニックですよね。どうしよう、間に合わない、どうしよう、ああいう風に撮りたい、こういう風に撮りたい考えているし、どん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 太陽が上がっていって、お日様上がっちゃったみたいな、はい、私朝の撮影も夕日の撮影も、あ、朝日の撮影ですね、朝日の撮影も夕日の撮影も夜の撮影も経験不足すぎますね。はい、あ、というか、まあ、夜の撮影は実はまだしたことないです。今度一度ねそれも挑戦しようって考えていますが、それもですね、Google 先生、いや違います、師匠ですよね、これね、やっぱり人間から聞くの一番です。はい、師匠からちょっと小技を伝授していただいて、夜の撮影にも挑みたいと思います。本当に難しいですね、写真ってね、光と構図、師匠が毎回私に言ってくださいます。基本は光と構図、いえ違いますね、構図と光、まあ同じですけどね、はい、師匠は毎回私に向かって、写真は構図と光、これがちゃんとしていればお目汚しの写真なんて言わなくていいんだよって、はい、今の私はまだまだ素振り中です。まあスポーツで言うとかのね、はい、習うより慣れろ、数打ちゃ当たる、素振り中、こんな私です。はい、本当にね頑張ろう、はい、って思います。なんだかよくわからない終わりになっていますが、次回はどうしようかな、安曇野に撮影に行こうかなって思っています。安曇野もね広いので、ちょっとまだどこに行くかは決めてません。高ぼっちのようにハンディカム持ってね、こんな景色のところなんですって言って撮影ポイントね、有名な撮影ポイントに、ね、もし行ければこんなところですって言ってご紹介できればいいなと思います。ではまた次回お待ちくださいね。またこちらにチャンネル登録のボタンあります。チャンネル登録していただけると嬉しいです。また励みにもなりますしね、ほんのちょっとずつ増えていて本当に嬉しいです。ありがとうございます。では今日はここで終わりたいと思います。ではまた、バイバイ。